今回発表事項が1件、そしてお知らせ事項が3件になります。まず発表事項ですけれども、令和2年度千葉市トライアル発注認定事業の認定商品を決定をいたしました。市内中小企業の優れた新商品など16件を認定、うち新型コロナウイルス感染症対策商品は5件であります。千葉市は市内中小企業の活性化を図るために、優れた新商品および新駅を認定し、積極的に PR を行うとともに、認定商品の一部については市が試験的に導入して販路開拓を支援するトライアル発注認定事業の新商品を募集しまして、今年度は過去最多の38件の申請がありました。事業の概要は先ほど申し上げた通りですけれども、我々がしっかりと PR をし試験導入をして、そういう導入実績を市役所としても作って応援をしていくということですね。で、令和2年度ですけれども、新型コロナウイルス感染症防止につながることを期待しまして、特に新型コロナウイルス感染症防止に資する中小企業の優れた新商品などを募集いたしました。で、認定によるメリット支援内容ですけれども、市による一部商品の導入や評価、認定期間中に市の機関は随意契約による商品等の購入が可能、それから3番で販路の拡大の支援、これはあの展示会の出展費用の助成事業などをしております。またカトログの作成や市のホームページへの掲載などの広報の支援、バーチャル産業交流展2020への出展、その他導入可能な機関の紹介などをして、こうした認定された企業の皆さん方を応援をいたします。結果ですけれども、募集はですね、7月9日から8月28日まで行いまして、一次審査、二次審査、最終審査という形で審査をして、その結果16件の商品を認定をいたしました。次のページに認定商品16件の概要を掲載をさせていただいております。こういうふうに一つ一つご覧をいただければというふうに思っていますけれども、新型コロナウイルス感染症対策商品というものに関しては少し飛び出しして表記をさせていただいています。私もそれぞれいつも認定企業の皆さん方から新商品新サービスの提案を紹介をいただきますけれども、市内の中小企業の皆さん方が創意工夫でですね、そうしたサービスや新商品作っていらっしゃるので、我々としてもしっかりと応援をしていきたいと思いますし、その中から新型コロナウイルスの感染症対策に資する形でですね、市民の皆さん方にも、こういう企業があるんだということをですね、知っていただければというふうに思っております。発表事項は以上ですけれども、私からお知らせが3点あります。1点目は令和元年災害記録誌の作成についてであります。千葉市は昨年9月から10月にかけて台風や大雨により次々と被災をいたしました。9月の台風では瞬間最大風速 57.5m の記録的な暴風によって家屋の破損、倒木などが多く発生し、広範囲で長期間の停電が続き、市民生活に多大な影響を及ぼしました。さらに10月25日の記録的な大雨では床上床下浸水などが多く発生するとともに、土砂災害により3名の尊い命が奪われました。これらの災害に対するよる被害は今まで経験したことがない甚大なものであり、この記憶を風化させることなく教訓を次世代に継承することを目的に、被害状況や災害対応などを取りまとめた記録誌を作成をいたしました。主な内容としましては、発災時の気象被害概要、災害対策本部委員会議や救助活動、他の機関や市による支援などを掲載をしております。この記録誌は危機管理課、市政情報室、市図書室、図書館で閲覧できるほか、市のホームページにも掲載をしております。ぜひこの機会に多くの皆様にご覧をいただきたいと思います。防災に完璧はありません。平時よりハザードマップの確認などの備えもお願いをしたいと思います。また SNS などの情報収集手段を確保し、情報を取る備えもお願いをいたします。東日本大震災の時もですね、建設局の方でですね、こうした災害記録誌というのを作ってもらっています。しっかりとですね、こうした災害の教訓を次の世代に残していくことでですね、災害に強い千葉市づくりをさらに進めていきたいと考えています。2点目は児童の受動喫煙状況を可視化する取り組みとして実施をした尿中ポチ認知測定の実施結果についてになります。千葉市はこの受動喫煙対策各種取り組んできておりますが、
その中で子どもの受動喫煙による健康被害を防止するための取り組みの一環として昨年度若葉区の小学校4年生を対象にした尿中コチニン値測定をモデル的に実施いたしました。1033人の児童について保護者に喫煙状況等のアンケートを行い、合わせて検査希望を確認し、希望があった児童に測定を実施いたしました。また検査の有無にかかわらず、対象小学校の児童に対してタバコの煙に関する学習を行いました。最終的に757人の児童が尿中コチニン値測定を実施し、受動喫煙を受けている値として設定した5ナノグラムパーミリリットル以上の児童約1割に当たる77人でありました。この77人のうち同居家族に喫煙者がいる児童は72人と9割を超えておりました。初回の結果でありますので、今回の結果によって何かを結論付けることは、慎重でありたいと思いますが、今年度については若葉区に加えて花見学でも実施をしているほか、令和元年度の対象者には喫煙状況とアンケートを再度実施をしております。こうした数値、見える化によってですね、受動喫煙による健康被害についての周知啓発、こうしたものを重ねて受動喫煙の防止を推進していきたいと思います。なお15歳以下の子どもと同居している喫煙者や妊婦と同居している喫煙者に対して保険が適用される禁煙外来にかかる治療費の一部を助成する取り組みを千葉市は行っております。原則として治療開始前の登録をお願いしておりますので、これから禁煙を考えていらっしゃる方はぜひ利用を検討していただきたいというふうに思います。最後3点目が土木の日特別イベントの開催についてであります。土木広報活動の一環として土木の日特別イベント働く車みんな集まれを開催いたします。この土木の日の由来ですけれども、土木の漢字を分解すると、11、18となることから11月18日というようになっています。今回で3年目となりますが、多くの皆さんが足を運んでいただけるよう15日の日曜日に開催をいたします。当日はパトロール車、コンクリートミキサー車などの車両の展示、測量器具の使用体験などを行いますので、ぜひ見て触って子どもたち、お子さんたちにも土木の仕事にですね、興味を持ってもらえればなと思っています。また全国初となる道路原票カードを会場で配布いたします。この道路原票とは約100年前に設置をされた道のしるべで、各市町村役場の所在地や道路の交差部などに設置をされておりました。この機会に千葉市と道路の歴史に関心を持っていただければと思います。私は以上です。それでは次の通りに入ります。カードはこのやつですね。どういうかこのやつ、まあ、後で皆さんにお見せします。それでは幹事業に入っていただきます。まずは幹事社からお願いします。佐々木清水さん。あ、こっちね、こっちあるややこしいんですけど、これ。はい、そうですね。やっぱり、77人、1割ということで、まあ、そういう意味では少なくない子どもたちがですね、一定のですね、この影響を受けているということが、まあ、可視化されたことっていうのは良、まあ、かったのではないかなという。なかなかですね、こういう見えない、影響というのをこう見えることによって、その保護者の方々などもですね、行動変容につながっていけるというふうに思いますので、それが最終的にはこの子どもの数値が改善されていけばですね、行動変容された保護者の方々も納得感というんですかね、そういうものがあるというふうに思っていますので、なかなかその受動喫煙ってまだまだ馴染みのない方々もいらっしゃると思うので、こういうしっかりとファクトで伝えていってですね、まあ、みんなで気をつけていこうという雰囲気がですね、千葉市で行われてくればですね、市民の健康増進や子どもの健康のためにも非常に役に立つのかなというふうに思います。若葉区を選んで、やっぱり若葉区の方比較的喫煙率が高いなというふうにも思っていますので、そういった意味でもしっかり理解をして、子どもにつなげていただければありがたいというふうに思います。今日の発表の内容は、
なんですけれども、10月の23日に国交省から頻繁に中村スマートメーター点検を調査を行って、発表がありました。8月に確か、今日は領土省に出していただいたと思うんですけれども、改めて、その領土省の内容を確認してもらう、中村スマートメーター点検についての領土省に書かれた内容と、要望書については多分今年も要望書、吉岡道路局長のところにも、お出しをさせていただいておりますけれども、これは千葉市にとってはですね、その湾岸部の交通需要が増大をしていく中でですね、湾岸部の交通の円滑化というのは非常に産業上も市民生活上も重要だというふうに考えております。どうしても我々千葉市は首都圏の県庁所在地、政令市などの中でですね、市役所からインターチェンジまでの距離が非常に遠い、都市でありまして、そういう意味でですね、この比較的東京方面に近く高速道路にアクセスできる仮称ケミガマサゴインターチェンジというのはですね、非常に重要なインターチェンジになるというふうに思っていますので、これは調査課長に採択していただいてですね、非常に一歩前に進めたのを大変嬉しく思っておりますし、これは最終的には穴川インター周辺の混雑緩和にもつながりますので、市内全域のドライバーの方々にもいい影響が与えられるというふうに思っていますので、地元の理解をしっかり得られるよう丁寧な説明をしながらですね、国と一緒に前に進めていきたいというふうに思っています。神奈川の方の混雑緩和の可能性ではなかったんですけども、国道3号の3号だな、そこの混雑緩和というのが、非常に入れ替わってくることによってどういうふうになるのかなという、はい、はい、これは合わせて必要だというふうに思っています。東京側へのそのに入る方はですね、むしろ多分湾岸習志野まで行く交通需要がその手前で上に上げられますから、むしろ東京方面の357に関してはむしろ混雑解消に直結するというふうに思います。で、逆に東京から降りてくる部分に関しては、千葉西警察の手前での、信号交差点で降りてくれば、少し、そこが混雑する可能性もありますので、そこは357の改善も含めて、これから、国交省さんと一緒になってですね、国道事務所さんと一緒になって、どういう設計が一番ベストなのかということも含めて、これから、まさに調査をしていくと。幼虫ポチニンチのについてなんですけども、今回対象小学4年生に設定している理由を教えていただきたいのと、今後小学4年生だけじゃなくて中学生だとか他の学年をやるかというのを教えていただきたい。はい、じゃあそれはどうぞ。健康推進課でございます。小学4年生を対象にしている理由としては、健康に興味を持ち始めた学年ということで、小学校4年生に、設定しております。他の学年でも既に児童規定に関する教育というのを行って、いて、そうではない学年にはなりますけれども、そういうことで小学校4年生にしております。他の学年にしていくかということについては、こちらはまだ検討しておりませんで、また今年も小学校4年生に対して引き続き園をやっていく予定でございます。具体的にスケジュールというか、何年までに何個終わらせるとか、そういうスケジューリングがあるんですか？まず今年度花見学区でやっていますので、この2区の状況を見てですね、有効だというふうに判断できれば、我々としては全市展開をしたいというふうに思っています。帰省率の高い区でまずしっかりとその保護者の皆さん方の行動変容や理解につながっているかということをしっかり見させていただいて、
税自然界を我々としては視野にもともと入れて、やってきてますので、まあ、しっかり見極めていきたいと思います。保護者に対してっていうのは、まあ、情報提供を行う以外に何かこう指導するとかっていうのは指導までする権限は、ね、ないんですけど、まあ、情報共有、提供ですよね、はい、あのお知らせとともに、子どもの児童喫煙を避けるため のポイントなどを書いたリフレットの配布をしております。教育費についてなんですけども、まあ、一連の災害で千葉市の災害がさまざまな経験をしてこられたと思うんですけども、この教育省を通じて、主にどんなことをこう検証していきたいかというのを改めて、はい、皆さん、じゃあこれはもう作った思いをちょっとお願いします。危機管理課でございます。今回の記録誌の構成、ご覧になっていただきますと分かる通り、まあ、私たち、経験のなかった災害を受けてしまったというところで、まあ、こういう取り組みをやったんだということ、それから、もう残念ですけども被災してしまった箇所というのを被災地以外の方にもご覧になっていただきたいというところが大きいです。今回この記録誌については、全庁を挙げてですね、記録写真を集めてきました。で、いろんな部署の対応、それからいろんな部署の目から見た被災という部分を、載せておりますので、それを市民の方に、見ていただいて、また私たちの対応という部分もこういった対応したというところと、あとは町内の職員にもですね、ちょっと見ていただきまして、これを、まあ、後進の育成というんでしょうか、職員にとってもこういったことをやったんだというのを今後何かあった場合にはですね、活用できるようなテキスト的な使い方というのもできればなというふうに考えております。以上です。やっぱり実例に勝るものってなくて、我々も実はその被災地の支援、応援とかを通して学んだことが今に生かされてきていますので、そういう意味では実体験、実際に起きたことを克明に残して、その取り組み、それからその教訓をやっぱりアーカイブ化して多くの人たちに共有できるようにするというのは、やっぱり我々の責任だというふうに思っていますので、そういう意味でいいものができたなというふうに思っています。民間報道室の中尾ですが、トライアル発注について事情なんですが、この認定された16件をご覧になった人がどう思われたかということと、あと言いづらいと思うんですけど、なんかこれ面白いなと思ったら、整備ですとかサービスがあったら教えてください。いや、本当にどれもですね、面白くてですね、私いつもこう話聞くだけで、今のそれぞれの中小企業の皆さんが面白いことをやってらっしゃるなというふうに思うんですけれども、まあ、今新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでおりますので、まあ、その商品の中でですね、まあ、例えば一番最後のあれですね、防護ガウンがあってですね、我々は本当にガウンをですね求めて、本当に最初初期宿泊しておりましたんで、まあ、市内の企業でこういうガウンを製造している、でそういう事業者がいるんだということでですね、まあ、我々にとっては大変心強いなというふうに感じましたね。じゃあ他にご質問ございますでしょうか。新聞の長岩です。トライアル発注認定事業で市が試験導入をするというのは、いつ頃からどういう場所でどのような製品をっていうのを考えているかをお聞かせください。それはそれぞれ の部署ごとにニーズが違うので、いつどれをっていうわけではないんですけれども、まあ、こういう先ほど申し上げた随意契約など特別な状況の中で発注できるようにしているので、まあ、その中でそれぞれの部署が導入していくという形ですね。なんか遅くないのか。
産業支援課でございます。認定された商品につきましては、これから町内の各部署にこういう商品があるというのを紹介かけ、購入希望を取って、順次導入をしていきたいと思います。でもただし必ずしも全部買うというわけではないということをご了承いただきます。以上でございます。他に質問はいかがでしょうか。共同さん。共同通信の広根です。尿中コチニンについてなんですけど、この説明のところで、測定値の低さが持続治験を受けていないことを示すものではありませんというふうに線で聞いてあるんですけど、この、実際にその結果概要のところで、コチニンの5未満だった680人については、起点ありと起点なしの割合というのはどれくらいだったんですか。ご推進課でございます。ご推進課でございます。書いてありますように、5未満だからといって、この値は例えば遺伝的要因ですとか、その人自身 の代謝の関係ですとか、そういったものが関わってきますので、必ずしも低いからといって受動喫煙を起こしてないというふうには言えないというふうに書かせていただいているので、今回その、ご覧のグラムパーミリリットル未満 の方たちに対しては、ちょっとその内訳というのは公表を控えさせていただいております。5以上の方たちとは差があったんですかね、その喫煙ありなしの割合について差があったのかなかったのかっていうところをお伺いしたいんですけども、具体的な数字はなくても大丈夫ですか。なんかあれですよね、なんとなく分かると思うんですよね。5ナノグラム以上の人が喫煙ありが同居家族 93% で、全体のアンケート調査だと同居家族に喫煙ありが 41% ですから、この差分、ちょっとこの418から72抜いて大体考えると、やっぱり喫煙してる方が同居家族にいらっしゃる方がどちらかというと尿中コチニン値が高い傾向にあると推測できるみたいな感じです、これは大体予想通りではもちろんあるんですが、他に質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。千葉日報内田です。よろしくお願いします。このコチニン検査に関してなんですけども、受動喫煙条例なんですが、施行から半年経ちまして、ちょっと経ちすぎちゃったんですが、この間の議会でもいろんな数字は発表いただいてるんですけど、市長として手応えっていうのは今どうお考えになっていらっしゃいますか。そうですね、我々はこの受動喫煙防止の条例をですね、制定したときにやっぱり実効性が必要だということで、組織体制も充実させてですね、で実際にその現地、それぞれの飲食店を含めた方々が遵守いただけるようにですね、それなりの取り組みをしてきたというふうに思っています。おかげさまでですね、多くの飲食店や関係者の方々にご理解をいただいてですね、各自の条例施行前や施行後を比較するとですね、受動喫煙にの被害を受けない形の環境整備というのは着実に進んできているというふうに思っております。今後も継続的にですね、そういう情報収集しながらですね、飲食店の皆さん方を回ってですね、理解を求めていきたいと思います。それが最終的には市民の皆さん方の健康数値にしっかりと影響を与えていくことでですね、この政策に対する理解を得られるというふうに思っています。オリンピック・パラリンピック、来年に延期されたということで、まだ1年弱期間があるんですけど、例えば一宮町とか空港がある成田市に理解を求めていくとか広げていくとか、そういうお考えって今ありますよ。僕らが、そこまでは考えてないんですけども、我々が事例を作っていくことでですね、他の自治体の参考にはなるというふうに思っていますので、今東京都と千葉市
で将来的には大阪も含めてですね、まあ、それなりの大都市圏で、それこうした条例で等が制定され実効性を担保実効性が発揮されていきますので、まあ、広がっていってほしいなというふうに思ってます。あともう一点なんですが、先日幕張新駅の関係で、まあ、廃業時期ということが、まあ、今まで23年度だったのが23年春という、まあ、ある程度特定されてきたんですが、市長としては、まあ、どう見られておりますでしょうか。はい、開業期間か開業時期が前倒しされたというのはですね、まあ、大変大きいことだなというふうに思います。この間JR さんの方でですね、設計等工夫さ工事の順番等工夫されてきた結果だというふうに思っています。新駅は幕張新都心の、活性化にとって非常に重要な起爆剤になるというふうに思っておりますので、2023年春に向けてですね、協議会としてもですね、一致団結して取り組んでいきたいというふうに思っています。あと、まあ、ちょっとまだ確定ではないらしいんですが、一応パース的なものも JR 公開しまして、はい、それを見た市長の印象と、あと、まあ、駅名は公募しないということなんですが、まあちょっと発言難しいかもしれないですけど、希望的なものとかもしあればお願いします。パースを見た感想ですけれども、非常にデザイン的にもですね、開放感のある親しみの持てる形で設計されていらっしゃるのかなと、幕張の新しい顔としてふさわしい設計をしていただいているというふうに認識をしています。まあ、駅名に関してはですね、関係者とでですね、意思合わせをしていきながら進めるものだというふうに思っておりますので、私の何ですか、個人的見解を今出すとですね、不適当だと思っているので、ここはしっかり我慢をしていきたいと思います。あ、じゃあ我慢ということでありがとうございます。